いやー、できれば服にもお金かけたいんだけども、服以外にも趣味はあるし、お小遣いは決まってるから、その中でセレクトショップのオリジナルとか買うのはなかなかしんどいんだよな。かといって全身ユニクロとか GU だけもちょっと味気ない感じがするんだよな。なるべく予算を抑えながらコスパ最強の着こなしがしたいんだけども、誰かこの辺りのアイテムについて教えてくれる人いないかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、シーズンごとの恒例となっているコスパ最強大人の梅雨の服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。冒頭にもお伝えした通りですね、おしゃれには興味があるんだけども、人それぞれどれぐらいですね、服にお金をかけられるのかって違ってくるかなと思うんですね。特に僕たち大人世代は他にも趣味があってお金を使うこともありますし、お小遣い制の場合だとですね、限られた予算の中で服を買い揃えなくちゃいけない方も少なくないかなと思うんですね。そんな時にですね、僕たちの味方になってくれるのはユニクロとか GU とかこの辺りのブランドかなと思うんですね。ただ全身こういったブランドだけだとどうしてもですね、人との違いが出しづらかったりだとか気分が上がらないっていうこともあったりするので、価格は抑えめなんだけども、様々なコスパ最強系ブランドを組み合わせながらファッションを楽しむというのも僕はいいんじゃないのかなと思っています。そこで今回の動画の中では、もちろんユニクロですとか GU グローバルワークなんかも使うんですが、それ以外のブランドも使いながらですね、うまくミックスして一つのコーディネートが完成するようにですね、皆さんにおすすめのアイテムをですね5点ご紹介していきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。ある程度前だったらお金をかけないとおしゃれな着こなしてなかなか目指せないっていうところもありましたが、今は価格帯抑えめでも素敵なですねお洋服は探そうと思えば見つけることができるかなと思うんですね。ただそれがですね、難易度がめちゃくちゃ高いんですね。商品量もたくさんあるし、いろんなブランドがあるので、その中からどういったものを選べばいいのか、もうバシッと5点に絞ってありますので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということで、ここからですね、コスパ最強の大人向けの梅雨の服をですね、5点ご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1つ目はこちらですね。コーエンのファンクショナルポケット T シャツですね。価格は3949円ということで、比較的買いやすいんじゃないのかなと思っています。コスパ最強系のブランドといえば、やっぱりですね、ユニクロ、GU、無印良品、グローバルワーク。この四天王がですね、僕の中ではパッと頭の中に浮かんでくるんですね。今回もこのあたりは使っていきたいなと思うんですが、まず皆さんにご紹介したいのがコーエンというブランドなんですね。ここ最近はですね、ちょこちょこと僕もピックアップすることが増えてきました。先日もお店もですね、お邪魔して皆さんにご紹介したかなと思うんですが、大体ですね、価格帯で言うとユニクロよりは高いです。だけどもグリーンレーベルだとかそのあたりのセレオリに比べると結構買いやすいというところで、グローバルワークと近いぐらいかなと思うんですね。非常に買いやすい価格帯なんですが、コーエンって前もお伝えしましたが、ユナイテッドアローズグループの一つのブランドなので、デザイン的にもですね、安定感があって結構大人世代にも使いやすいものが、ちょこちょこあるかなという印象なんですね。その中でもこちらのですね、ファンクションポケット T シャツはもう見た瞬間ですね、これはおすすめしたいなと思いました。僕の今年の動画の中では散々ご紹介してきたこういった T シャツのデザインなんですが、素材自体はポリエステルですね。表面に張り感があって、通常の T シャツとはまた違ったちょっとですね、機能的でテック感強めの着こなしが簡単に実現できるようなアイテムになってまして、これは1枚持っておくとすごく便利かなと思います。カラー展開が2色になってまして、ダークグレーとそしてブラックが用意されてるんですが、個人的にはダークグレーですね、こちらをおすすめしたいなと思います。色合いがすごく良くて、この色というのはちょっと都会的でシャープな印象にもなります。定番のネイビーに比べるとちょっと今っぽいカラーにもなってるのがこのダークグレーという色なので、ベーシックなんですけども使い勝手もいいんじゃないのかなと思います。ボトムスをブラックにした時にオールブラックで重たくなってしまうんですが、このようなダークグレーだといつも通りの僕の提案でブラックのパンツにも合いますし、ホワイト系の爽やかなパンツにも合いますし、ブラック系の短パンにも合うので、様々なですねボトムスのコーディネートが組みやすいんですね。なのでこちらのダークグレーがおすすめかなと思います。デザイン自体はボックス型で少し緩さがあるんですが、決してこう大胆に振りすぎたサイズ感ではないので、大人世代にも使いやすいかなと思います。で、左胸にはポケットがついていて、そのポケットのさらに左上にはちょっとしたロゴもついてるんですが、この辺りもちょっとした着こなし
私のアクセントになっていますし、いわゆる有名なブランドのロゴではないので、さりげなくて僕はバランスがいいんじゃないのかなと思います。表面はポリエステルの素材感で、細かいメッシュ素材になってるんですね。このおかげで通気性も良くてですね、蒸れたりしづらいというところも含めて使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。このような河川系の T シャツって夏場はちょっと使いづらいのかなと思う方もいらっしゃるかなと思うんですが、意外とですね、僕は下にですね、グンゼのインティーですね、こちらを着て、その上にですね、このような河川系の T シャツを着るんですが、通気性のいいものが多かったりしますし、意外とシワにもなりづらいし、なったところで最初からちょっとこう凹凸感があったりするので、そこまで目立たないんですね。そういった点も含めて使い勝手がいいかなと思います。もちろん洗濯機で気軽に洗濯することもできるので、このあたりの日頃のケアもですね、しやすいような1枚になっているので、これは最高の1枚かなと思います。価格も3000円台ということで、やっぱりセレクトショップのオリジナルだとこの値段ではなかなか出すことができないんですね。じゃあユニクロでこういったアイテムやってるかというと、意外とやってなかったりするんですね。ユニクロはやっぱり定番的なものが強かったりするので、今年ちょっと旬な雰囲気のあるようなこういった河川 T シャツってまだ展開がないので、そういった意味でも公園で買う一つの意味はあるのかなと思っています。世代も問わずにいろんな方に似合いやすいような非常に今っぽい T シャツなので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、これも同じく公園から選出をしてみたいなと思うんですが、クール&ドライエンボスオープンカラーシャツですね。価格が3949円ということで、こちらもですね、先ほどと同様にですね、4000円以下なので結構買いやすいようなオープンカラーシャツになってるかなと思います。このあたりのアイテムというのは毎年出るような定番的な位置づけですね。正直どこのお店でもやっています。ユニクロも GU もグローバルワークも無印良品もコスパ系のブランドだったらどこでもやっているので、どこのブランドで買うのかというところはそれぞれ個性が出てくるポイントかなと思います。公園というのはややカジュアル寄りのブランドでもありますし、あとはトレンド感ですね、このあたりもしっかりと交えてあるようなブランドなので、すごくですね、大人世代にも似合いやすいんですが、少しトレンド感を漂わせたいなという方には使いやすいんじゃないのかなと思っています。で、こちらのオープンカラーシャツなんですが、どこに違いがあるのかというと、まずはサイズ感ですね。このあたりはユニクロに比べると少しボックス型でゆとりが出てくるかなと思います。ただ GU ほどは大きく振り切ってないですし、グローバルワークと同じような感じをですね、サイズ感でほんのりのゆるさというところが設計されているので、皆さんの通常サイズを選んでいただければ今っぽいサイズ感が気軽に出せるんじゃないのかなと思っています。あとは素材感ですね。表面にちょっとエンボスということで凹凸があるんですね。このあたりはプレーンなユニクロとはまたちょっと違った雰囲気になってくるかなと思います。遠目で見るとそんなに違いは出ないんですが、近くで見るとこの凹凸感のおかげで退屈に見えないのとちょっとした違いが出るので、このあたりを楽しめる方にはすごく向いてるようなオープンカラーシャツになってるかなと思います。で、素材的にもですね、接触冷感機能ということで肌に触れた時にちょっとヒヤッとした感じの加工がしてあるので、そのあたりもまさに梅雨だとか夏向けのアイテムになってくるかなと思うので、一つの大きな違いとなってくるかなと思います。で、カラー展開も豊富なんですが、どのカラーも結構いいですね。このあたりはユニクロのこうベーシック路線とまたちょっと違っていて、もう少しですね、ファッション感度高い方にもアプローチできるような色使いになってまして、まずは一押しロイヤルですね。この色が個人的にはかなり綺麗だなと思いました。ブルー系のカラーなんですけども、ネイビーのようなブラックに近いようなブルー系ではなくて、結構明るさのあるようなブルーなんですね。パッと華やかな印象になるので、こちらの写真のように白 T の上に着て、そしてボトムスブラックのパンツっていうすごくシンプルな着こなしではあるんですが、これだけでもですね、華やかさを出すことができるので、これはすごく鉄板で使いやすいカラーかなと思います。やっぱりユニクロにはなかなかないカラーかなと思いますね。グローバルワークとかでも結構同じような色合いやってることがありますが、今回はこちらの公園の色、なかなか雰囲気がいいのでピックアップをさせていただきました。続いてはやっぱりダークグレーですね。都会的でシャープなダークグレーは結構公園も強みとしてやっていて、このあたりも使いやすいんじゃないのかなと思います。他には結構ダークブラウンなんかも良くて、渋みのあるカラーなんですけども、深めのブラウンなのでやぼったく見えないような仕上がりになっているので、これも結構良さそうですね。ホワイトとかブラックに関しては他のブランドでも結構あったりするので、狙い目はロイヤルブルーとダークグレーとダークブラウン、このあたりですね。ちょっと綺麗めな雰囲気だとかおしゃれ感出したいんだったらもう断然ロイヤルがおすすめですし、渋みのあるダークブラウンなんかもちょっとした違いが出せると思いますし、すでにオープンカラーシャツ持ってる方でもおそらくですね、これだったら色かぶりしないんじゃないのかなと思います。個人的にはやっぱりダークグレーですね。都会的なシャープな雰囲気が好きなのでこれが好きかなと思うんですが、ぜひ皆さんもですね、気に入った色を買い足していただければなと思っています。
はい、続いて3点目は T シャツに行ってみたいなと思います。今回ご紹介したいのはですね、ユニクロじゃなくて無印良品ですね。涼感 UV カットワイド半袖 T シャツですね。価格が2990円ということで、まあ、相変わらず買いやすい価格帯で、これは仕上がりがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、最近はですね、無印良品のアイテムを皆さんにご紹介する機会が増えました。まあ、ド定番でそこまで面白みがないなという印象だった無印良品が、ちゃんとトレンド感を抑えたようなサイズ感だとか、まあ、デザインも含めてちょっとこう今っぽいものを出すようになってきてですね、かなり選択肢の幅が広がったかなと思うんですね。その中でもこの T シャツですね、まあ、昨年も展開していましたが、ワイド感のある半袖の T シャツになっていまして、まあ、ちょっと肩のラインを見ていただくと落ちていてリラックス感ありますし、袖もちょっと長めになってるんですね。まあ、いわゆるユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツと結構似たところの競合になってくるのが、こちらの無印良品の T シャツかなと思っています。で、ユニクロのエアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツは胸ポケットがなくて無印にはあるというところで一つの差別化ポイントになっていたんですが、まあ、最近はユニクロでもポケット付きのものが出てきたりしたので、まあ、そのあたりは結構ですね、同じくらいの立ち位置になってるかなと思います。ですが、結構ユニクロのエアリズムコットンは街でですね、着てる方めちゃくちゃ多いんですよ。人と被ることが多いので、僕もですね、ワンマイルウェア的にですね、着ることはあるんですが、あんまりこうメインとして着ることは多くないんですね。まあ、出始めの頃というのはそこまで着てる方がいないので、ユニクロの T シャツでもデザイン良ければもう自信持っていけたんですが、人と被るようになってきたらちょっと他の方向に行きたいなというですね、ところも天の弱の僕にはあるんですけども、無印のこちらの T シャツであればそこまで被ることはないんじゃないのかなと思います。で、カラー展開が豊富なんですね。この中でどれを選ぶのかというところは結構大きな違いになりそうかなと思うんですが、一押しはですね、スモーキーブルーですね。これまた先ほどのロイヤルブルーみたいなものと同じような系統になってくるかなと思います。まあ、ブルー系なんだけどもネイビーよりも重たくなくて明るめなんですね。で、ブルーなんだけどもスモーキーというようにちょっとくすんだ感じですかね。爽やかなブルーというよりは少し曖昧な色使いになっているところが結構センスよく見えるんじゃないのかなと思います。このような T シャツっていわゆるですね、タイトな白 T とかと違ってアウター T シャツと呼ばれることもあるんですね。1枚で様になるような主役級の T シャツということなので、まあ、できればですね、白とかで選ぶのではなくて少しですね、色で遊んであげたいだとか違う出してあげるのも僕はいいんじゃないのかなと思っていまして、まあ、ちょっと綺麗なカラーの中ではこのスモーキーブルーというのが大人っぽくてすごく使いやすいかなと思っています。まあ、他にも明るめのカラーがあるんですが、まあ、あまりに明るすぎても結構ですね、目立ってしまうので、スモーキーブルーが個人的には一押しで、あとはですね、結構ブラックもいいなと思ってるんですね。ブラックの T シャツってちょっと重たい感じもするんですが、シャープに着こなすことができて、ボトムスさえですね、黒にしなければ意外と使えるかなと思うんですね。まあ、こちらの写真だとオリーブ系のですね、カーゴパンツを合わせていますが、結構このようなやぼったく見えるようなカーゴ系パンツに黒 T ってめちゃくちゃよく合うんですよね。ちょっと着こなしに変化をつけたい場合はこういった着こなしを試す上でもブラック T シャツっていいんじゃないのかなと思います。もちろんホワイト系のデニムと合わせてコントラストを高めたような着こなしなんかも良かったりするので、そういった着こなしも想定できると思います。他にはホワイトではなくてライトグレーですね。このあたりのですね、真っ白ではなくて少しだけ色味に違いが出るようなものなんかも清潔感があって爽やかに見えるんだけども、ちょっと気の利いた見え方になるかなと思うので、ライトグレーなんかもいいかなと思います。価格もですね、2990円ということで結構抑えめなので、夏向けにですね、まあ、2枚ぐらい持っておくのもいいかなと思うので、明るめのですね、スモーキーブルーだとか、あとはシンプルなライトグレーか、もしくはブラックで引き締めるのか、このあたりがすごくおすすめなので、よかったら皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、ユニクロですね。ようやく出てきました。まあ、ユニクロもですね、結構もう春夏の商品ってできっちゃってるんですね。まあ、新鮮さのあるものが多くはないんですが、その中でも結構これからの時期にすごく活躍してくれるのがこちらのアイテムかなと思います。プレミアムリネンシャツですね。価格は3990円ということで、まあ、ユニクロの中では定番的に毎年やってるようなアイテムなんですね。なので鮮度は高くないんですが、実はこの
このようなリネンシャツっていうのはずっとあるんだけども、旬な時期と旬じゃない時期があるんですね。今じゃあどちらなのかというと、そこまで旬な時期ではないかなと思うんですね。まあ以前はどこのセレクトショップとかでもリネンのシンプルなシャツってやってたんですが、最近は結構見かけなくなりました。まあワイド感のあるサイズ感の服だとか、そのあたりが多い中でレギュラーなサイズ感のリネンシャツって少なくなったんですが、やっぱりですね、定番的な位置づけで大人世代には似合いやすいんですね。襟付きのシャツで綺麗めにも見えるんですが、まあ、リネンを使っているということで、まあ、シワ感があって適度なリラックス感というところが出せるので、腕をまくりながらさらりと着るというのが梅雨時期だとか夏場にもすごく映えるので、これは1枚持っておいていいんじゃないのかなと思っています。ですが、せっかくユニクロでリネンシャツを選ぶのであれば、ド定番のですねホワイトだとかブラックを選んでしまうのではなくて、あえてチャレンジングなカラーを取り入れてみるのもいいかなと思います。個人的には57番のオリーブですね、このあたりがなかなかいいんじゃないのかなと思います。まあ、この色を見るとですね、個人的に思い出すことがありまして、先日ですねジェディアファッションチャンネルの森さんとですねコラボレーション動画を撮りましたが、その際に森さんが着ていたシャツの色ってまさにこのようなオリーブ系だったと思うんですね。ちょっとこうクロート感漂うような色で、このあたりが着れるとすごくおしゃれに見えるんですね。なので大人世代にもちょっとリネンシャツで遊びを聞かせるのであれば、このようなカーキをですねユニクロでトライしてみるのはいいんじゃないのかなと思います。まあ、白 T シャツの上に着てボトムスをブラック系で引き締めたりしていただければ結構バランスよくはまりますし、まあ、森さんのようにですねベージュ系の T シャツを合わせて下白パンみたいな着こなしも清涼感があっていいかなと思うので、このあたりが着こなせると結構かっこいいかなと思います。またはこちらの33番のカーキですね、これまたいい色だなと思いました。ホワイト系の T シャツと合わせてちょっとこう、まあ、失敗するとやぼったく見えがちな色でもあるので、着こなし方には注意が必要かなと思うんですが、ブラック系のパンツでシャープにまとめていただければ、まず失敗することがないカラーなので、これもなかなかですねおしゃれに見えるカラーリングかなと思います。このようなリネンのシャツというのはユニクロ毎シーズンやってるんですが、まあ、シーズンカラー的なものがちょこちょこと出ていまして、今季はこちらのオリーブとカーキがすごくですね色の雰囲気が良くて、ベーシックなアイテムではあるんだけども、ちょっとした違いだとか面白みも出せるかなと思うので、このあたりにトライをしてみるのはすごく面白いかなと思うので、ぜひ皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目は足元に行ってみたいなと思います。今回選出したのはグローバルワークのラクションコフォートサンダルですね。価格が3960円ということで、これはすごく使いやすいんじゃないのかなと思っています。まあ梅雨だとか夏場にどんなものを履こうかって結構迷われる方が多いかなと思うんですが、まあそんな時にやっぱりこうサンダルという選択肢があるかなと思うんですね。季節感も出るし、なおかつ涼しいので、まあ一足持っておくと便利なんですが、まあサンダルの選択肢というと僕は2種類あるかなと思っていまして、まず一つ目はちょっと綺麗めに見せるためのレザー系のサンダルですね。まあ、今回ご紹介するサンダルも見た目的にはこちらに入ってくるかなと思うんですが、まあ、例えば僕のチャンネルでもよく出てくるようなグルカサンダルだとか、あとはビルケンシュトックのサンダルだとか、このあたりが該当するかなと思います。そしてもう一つのジャンルというのがスポーティーなサンダルですね。テバだとかキーンだとかホカオノネだとか、このあたりのサンダルなんかもですねスポーティーで使いやすいんですが、割とですね今回ご紹介した梅雨だとか夏に活躍するようなちょっと綺麗めなアイテムには、スポーティーなサンダルよりは都会的でシャープなレザー見えするようなサンダルの方が相性がいいかなと思うんですね。でグルカサンダルというのもここ数年流行っていていいかなと思うんですが、ちょっとデザインに癖があるので苦手な方も少なくないかなと思うんですね。まあ、そういった時にビルケンシュトックをお勧めしたかったりするんですが、結構高いんですよ。1万円台後半からのものが多かったりするので、ちょっと気軽にはトライしづらいかなという方もいらっしゃるかなと思います。まあ、そんな時にこのグローバルワークのサンダルというのはすごくデザイン性が良くて、まあ、2つの型があるんですが、個人的にはシングルベルトの方ですね、これがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、アッパーの部分はですねしっかりと覆ってあってですね、安定感もありますし、このベルトの部分が一つのアクセントになってるんですね。まあ、ビルケンシュトックのサンダルでもチューリヒというモデルがあるんですが、あの雰囲気とちょっと似てるんですけども、チューリヒに関しては、まあ、ベルトが2本あって、もうちょっとデザイン的にもエッジが効い
てるんですが、こちらはシングルで1本だけのベルトなので、割とこうミニマルな雰囲気に仕上がってるので、これかなりデザイン性いいんじゃないのかなと思っています。でオールブラックで、足と接地する面もですね含めてブラックなんですね。結構ビルケンシュトックのサンダルって足の踏む部分がですねベージュからブラウンぐらいのカラーになっていますので、長時間履いてると汗が染み込んでちょっと黒ずんだりするんですね。それが個人的には賛否両論あるかなと思うので、接地面はブラックの方がありがたいんですけども、そのあたりも含めて、まあ、オールブラックでシャープにまとめてあるので、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で素材はですね本革ではないんですが、最近の合皮はよくできてるんですね。なので近くでじっと見ればやっぱり違いはわかると思います。本革とこちらの合皮を比べてみればわからなくはないかなと思うんですが、足元に来る部分なので、まあ、そこにですねこちらの素材使いが来たとしても、そこまでですね明らかに合皮でチープだなっていう感じにはならないかなと思うので、まあ、予算を抑えたいのであれば、こういった選択肢も僕はありかなと思っています。で履き心地の面もですねしっかりと考えられていまして、土踏まずの部分だとか指のこの股の部分だとかかかとの部分だとか、こういったところにですね高反発のクッションを入れることでフィット感も高めているので、長時間履いてもですね履きやすいようなモデルになっているので、そのあたりも安心して選べるようなポイントになってくるかなと思います。まあ、靴にはできれば投資をした方がいいなというのが個人的な感覚ではあるんですが、それを言ってたらファッションの広がりってなかなか出せないかなと思うので、まあ、なるべく予算を抑えてサンダルを選ぶのであれば、このようなグローバルワークのクッション性の高いサンダルというのも一つの選択肢になるかなと思いますし、デザイン性も含めてシャープなので、ブラック系のパンツにも合います、ホワイト系のパンツにも合います、またはこちらの写真のようにカーゴパンツなんかで合わせてもすごく引き締まりがあってシャープな見た目になるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね店舗でチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではコスパ最強の大人の梅雨の服5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、冒頭ですね公園から入っていって、まあ、無印良品ですとかユニクロですとかグローバルワークというような、まあ、定番的な位置づけのものもですね皆さんに選出をしてお届けをさせていただきました。まあ、ぜひ皆さんもですねマンネリ化しないように、この低価格帯の中でもですねいろんなブランドをミックスしながら使っていただくと、結構ですね人との違ったスタイルが作りやすいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね参考にしていただければなと思っています。まあ、今回考えてみればボトムスは選出してなかったんですが、まあ、ボトムスに関してはユニクロのタックワイドパンツだとかスマートアンクルパンツもありますし、グローバルワークのアーバンスラックスなんかもあるので、そのあたりで押さえていただければまず間違いがないかなと思うので、まあ、それ以外のアイテムですね、今回ご紹介した5点を一つの参考にしながらですね梅雨から夏にかけてのコスパの高い着こなしを楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかカバーしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またちょっとツー向けのですね専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですねライブ配信を週末に行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですねこちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものを皆さんにですねどんどんお伝えをしています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんもですね気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、こちらも気になる方はですね概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。